こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はね、話題を振る前にまず皆さんにちょっと質問したいんですけども、皆さん何かを思いついた時ってどういう風にしてますか？何かに書き留めたりとかしてますか？私は今までスマホのメモ帳っていうのがあるじゃないですか。こういう機能があると思うんですけど、メモ帳っていうのを使って、大丈夫かな、やばいもん書いてないからまあ見せない方がいいね。メモ帳を使っていろいろなことをね書いて、それで忘れないようにしてたんですけど、ね、スマホを開けてっていうか広げるっていうか、まあ使うとさ、スマホっていろんな機能があるじゃないですか。YouTube には YouTube Studio っていうアプリがあるんですけど、そのクリエイター用って言ったらいいんですかね。今どれだけ見てもらえて、どれだけチャンネル登録数があってとか、あとはなんでこれ使ってるかっていうと、みんなからいただいたコメントっていうんですか、コメントがすぐにこう出てくるので、それでねすぐねコメントを読ませてもらって、で読んだよっていうんでね、ハートマークをつけたいなと思って、ついついねスマホを広げると、まあ嬉しいからさ、コメントもらえると嬉しいからさ、どうもそこを見ちゃうんだよね。そうすると何か、じゃあ次この動画を上げようかなと思ってても忘れちゃうさ、あれ私今何考えてたんだよ、次の動画何しようかなとか思ってて、人間もほらコンピューターと同じだからね、容量っていうの決まってるんで、まあ、私容量がほら1メガぐらいしかないからさ、本当で1メガぐらいしかない、1メガん1バイトかもしれない、1バイトってことはないな、1バイトってことはないけど、ギガまではいけないと思う。まあだから1メガぐらいだよ、1メガ、いや違う、1メガもないない、1キロバイトかもしれない、1キロぐらいだったら、まあそれぐらいはあると思うね、頭の容量がさ。でもそんなに容量がないから、いろんなことをねこう暗記しておくことが苦手なんです。最近いろんなものがデジタルになってきたと思うんです。 T カードもそうだし、ポンタもそうだし、ドンキのカードもそうだけど、みんなこの今スマホの中に突っ込めるわけじゃないですか、そのアプリにね突っ込んで、スイカとかも、これがねモバイルスイカとかあるわけじゃないですか。これがこれでピッてできちゃうわけじゃないですか。そんなすごい便利な世の中なんだけど、私はあえてここでアナログに戻ろうかなと思いました。はい、それなんでね、私はこれからじゃあこういう普通のメモ帳っていうんですかねを使おうかなと思ってます。このメモ帳、買ったメモ帳じゃないです。今回の話は iPhone のメモ帳を使わないでアナログのメモ帳を使いますって意味ではなくて、今までずっと使わないで取っておいたんだけど、ちょっとこれから使わせてもらおうかなと思って、それでそのね思い出話みたいなのをね、ちょっと振りが長かったんですけど、皆さんにねちょっとお話しさせてもらえたらいいなと思って、今回動画を撮らせてもらってます。はい、それでね、今回の本題のこの黒川の手帳メモ帳なんですけど、これいただいたのはだいぶ前で、誰にもらったかというとですね、一緒に入院してた、そう、私はほら病気で入院してた時に、一緒にね入院してた患者さんのお友達って言ったらいいのかな、からいただいたメモ帳です。まあ、その方はもう結構年でね、まあ、ここは親しみを込めておばあちゃんって言わせていただくんですけど、まあ一回も私おばあちゃんなんて言ったことないけどね、まあ、よく本人はね、私はあなたからすればおばあちゃんよねってよく言われてたけど、いやいやいや、とてもそんなこと言えませんみたいなね。今のあなたっていう表現で、ね、分かる通り、見た目マダムです。趣味がね、アスカ2っていう船に乗って豪華客船あるじゃないですか、世界一周するのが趣味だっていうね方だったんですけど、すごい方ですねまあそんな方とですね、ちょっと入院中話仲間みたいな形でですね、結構いろいろお話しさせてもらってたんです。まあ私がねその病院を退院するときに、ちょっと手作りって言ったらいいかな、リハビリの一環でね、手作りでアクセサリーとかを作らせてもらってたんです。でその手作りのアクセサリーをこう置いてね帰ってきたんですけど、そしたら手帳が数ヶ月後届きました。まあこれでね、そのおばあちゃんは退院したんだなっていうのが分かったんですけど、そのおばあちゃんとは本当にすごい思い出がありますね。もう昔からね会社を経営したいっていう話をしてたから、でその相談にも乗ってもらったし、その方のね旦那さんが会社経営してたりしてたんで、
会社はね、こういうんだよ、ああいうんだよ、こうなんだよ、こういうんだよっていうこと、そのなんていうのかな、基礎的なことを結構いろいろ教えてもらったりとか、お金の回り方っていうんですか、お金の回り方も教えていただいたので、まあそういう経験があったおかげで、なんかねえこんなご時世だけど一応会社を維持できてるのかなとは思ってはいるんですが、ねえ、なんかちょっと変なこと言ってるかもしれないけど、リハビリ病院で入院してるのに何会社の経営すること考えてたのみたいな、ね、そんなことやってたのみたいな思うかもしれないけど、リハビリはリハビリでちゃんとやってました。多分その当時入院してた中では誰よりもやってたと思います、うん、あの自信あります。なんでかって言ったら20代なんてそんなにいなかったから、もう数数え、もう 2,3 人しかいなかったんじゃないですかね、のうちの一人ですから。で、周りのおじいちゃんおばあちゃんっていうのかな、ほんと80代とか90代のおじいちゃんおばあちゃんばっかりだったので、体が動かなくならないように暖かい場所で温泉入って、それであの専門のね、あの PT とか OT の先生に見てもらいながら体を動かしましょうっていう感じで来ている方が結構多かったから、うん、あのちょっとベースが違うんですよね。私は社会復帰したいっていう感じで、おじいちゃんおばあちゃんたちはその今の生活がなんとか維持できるようになりたいっていうね、もうベースが違うじゃないですか。もう入れられるだけね、あのリハビリも入れてやらせてもらった上で、夕方からね夜までの時間っていうのは施設も使えないから、暇なんですよ。とりあえずその暇な時間もったいないじゃないですか。空き時間を使って会社復帰も考えてるけど、会社復帰できなかった時、ね、独立っていうことを考えて、まあいろんなことをね進めさせてもらってたんですけど、まあその時にいろんな話をね、このおばあちゃんに、この手帳をくれたおばあちゃんにね、いろんな話を相談乗ってもらいました。それでまた話があっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないんだけど、再発しちゃったから一時退院してこっちでまた治療しなきゃなんなかったんだけど、その時にもう次帰ってくる時はそのおばあちゃんいないの分かってたので、退院しちゃってね、いないの分かってたから、まあ連絡先をね、あの交換したいと思って、あの教えてくださいって、あの退院したらちょっとお手紙書きたいんでって話をねしたら、そのおばあちゃんなんて言ったと思う、そのおばあちゃん、そうそうそう、ここがね重要なんです。はい、ここが重要なんです。まあね、そのおばあちゃんはチャキチャキの江戸っ子なので、まあすごい返しが来たんだけど、私はね、あなたが元気になったことをね手紙なんかで知りたくなんかないわ、どうせ会社立ち上げるって言ってるんだから優良企業になって、それで株をね公開して、それで私にその株を買わせなさいって、その株を買って社長は誰かしらって調べた時に、あの子がこんなに大きな会社になったのねって言って、そこで私が知ればいいし、それかテレビなりラジオなりね有名になって、そういうところかつで元気になったところを見せればいいじゃない、そこまで大きくなりなさい、私はそれで知りたいから、私はあなたの住所も知らなくてもいいし、もちろんあなたも私の連絡先なんていらないでしょ、そうすればいいんだから、あなたはそういう風になれるはずよって言い切って一切教えてくれなかったんです。本当にすげえ強いおばあちゃんだったんだけど、まあ形はどうあれね、一応テレビには出させてもらったとは言ってもほんの数秒だし、ラジオに出たわけでもない、有名になったわけでもない、株をね公開できたわけでもないから、まだねおばあちゃんに私は元気になったよってことは伝えられてないんですけど、だからねまだまだだなって思って、でなんでこんな動画を撮ってるかって言えば、まあたまたまね、そのネタというかね、まあこういう動画を撮ろうって思ってても結構忘れちゃうことが多くて、ダメだやっぱりアナログじゃないけどメモ帳を買おうって思った時に、あれそういえばおばあちゃんからもらったメモ帳あったよなと思って、それで会社のね棚を調べてたら見つけて、でいろいろ昔のことをね思い出したんで、まあそんなね思い出話なんですけど、手帳をね見つけたので今回皆様にちょっとお付き合いさせていただきました。今日もね最後までご覧いただきありがとうございます。グッドボタンとかね押してもらえると私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。ではでは次の動画も見てねー。